はい、皆さんこんにちは。こんにちは。はい、幸せ咲きますパレスチャンネルの時間です。パーソナリティの佐藤義之です。どうぞよろしくお願いします。さあ、まず大事なバナースポンサー様のご紹介から始めさせていただきます。はい、亀屋新旧社のびのび様、ありがとうございます。ありがとうございます。心理カウンセラー吉本みかん様、ありがとうございます。ありがとうございます。この前の番組でしたね。はい、そうですね。はい、ありがとうございます。とても勉強になりました。絶好調ですよ。はい、絶好調です。はい、美容の力で世界を笑顔に、ふくろいの松江区脱毛はソワニエ様、ありがとうございます。ありがとうございます。抱っこで産後エクササイズ、お寺でベビーダンス、皆川由紀子様、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、手作り雑貨とワッフルのお店、サムズカフェ様、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。世界で一つの贈り物、日本ハーバリウム協会認定校、アトリエシャルマン様、はい、ありがとうございます。シャルマンさん。ペットの複合施設 DC キャッスル様、ありがとうございます。キャッスル、ありがとうございます。キャッスル、よもぎ虫とマッサージ生理痛改善サロンカウピリ様、ありがとうございます。じゃーん、じゃーん、見てるかな。ママの笑顔は太陽の失礼しました。はい、やっちゃうこれ、マイナスで大変でなんか前回もはい、仕切り直しまして、ママの笑顔は家族の太陽、ドリームボード講師坪井美紀様、ありがとうございます。はい、掛川 TV は以上のバナースポンサー様のおかげで成り立っております。どうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、それでは、パレスチャンネルを始めます。本日のゲストを紹介です。本日はスマイルカフェ様、いよっ、なんと名前じゃないな。はい、はい、ちょっと簡単に自己紹介お願いしよう。はい、簡単でいいですか。長くてもいいですか。長くてもいいですか。はい、はい、スマイル先生こと、パレスホテル掛川の支配人の海野秀三郎と申します。通常は国際観光専門学校浜松校の講師をしておりまして、そこでスマイル先生と言われて、スマイル先生という名前がついています。掛川テレビさんとももうじきもう初めからの番組で出させていただいて、第1期なのかな、2期なのかな、はい、2人で出させていただいて本当ありがとうございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございました。真面目に言うな。はい、ゲスト写真なんですよ。ゲスト慣れしてなくてすみません。この前まで佐藤さん伸び伸びやってたよ。そうだよね。今日は喋んねえな。そうだよね。ゲストだよ。ゲストマジよね。はい、バッティングのシャツ、はい、はい、今日僕最後の3分だけ喋りますんで。さっきの逆のことね。はい、はい、どこまでお話ししましたか。あ、そう、ちょっと少し過ぎたかった。はい、じゃあ今日ちょっといきなりスマイルカフェさんですということでご紹介させていただいたんですが、ちょっと今日このスマイルカフェということを中心にパレスチャンネルでご紹介、いいの、させていただきたい。こんな私でいいの。あ、いいですね。スマイルカフェ、はい、聞いたことないし。聞いたことない。スマイルカフェです。ちょっと見えるかな。あ、じゃあちょっと、いやいや、いいか、どうですか。スマイルカフェの運のなんですが、私たちの世代っていうのはですね、喫茶店なんですよね。喫茶店で今の方ってみんなカフェっていうね表現するんですが、40年前私喫茶店におりまして、喫茶店っていうんでしょうかね、レストランっていうんでしょうかね、コックを、僕コックでなんですね、洋食のコックででして、で実は喫茶もやり、レジもやり、サービスもやるということで、40年前にねオープンキッチンがあったんですよ。で、その当時僕ね、コック服着てね、白いスカーフ巻いてね、
そんな形であのドリンクも提供させていただいたんですよ。でそんな中ですね、今度うちの方でねホテマルっていうのがね、はい、あのさせていただきまして、ホテルでマルシェなんですが、でその時ねホテルマンずっとやっててサービスマンずっとやってて、ね、専門学校の講師やってて、じゃああんたマルシェ何やれるのっていう問いかけを自分にしてみた時に何もないんですよ。喋ることは大好きなんですね、営業とかブライダルとかね結納とかそんなのも一番大好きなんですけども、じゃあマルシェでテントを張ってじゃああなたやってくださいって言った時に何もないんだよ。佐藤がないんですよね。そう。で二人でね、2ヶ月くらい前会話して、ない、ないよね。ない。で僕の履歴書でずーっと遡って遡って遡って40年前に遡ったら、あ、俺ドリップコーヒー、ハンドドリップ、あ、あれできるなと、その当時ずっとハンドドリップで落としてましたから、今コーヒーマシーンでねお水ダラダラと落とすと十何人前がバーッと落ちるねコーヒーマシーンなんですが、まあ、当時はね本当に1人前ずつこう落とす、そういったあの喫茶店が流行ってまして、ドリップ式が最後だということでね、ドリップ式で、はい、今の私の方は今ドリップ式であの落とさせていただこうかなと思ってます。でドリップ式もね種類あるって皆さん知ってました？え、そんな色々あるんですか？え、知らないの？ドリップって皆さんどういう、あ、これね映像が入ってたんですよ。映像、ドリップが、ね、映像入ってまして、こうドリップってあのコーヒーの豆をこの中に入れるね、あのものなんですが、白くて光っちゃった。あ、大丈夫です、大丈夫、はい、はい、この中にですねコーヒー豆を入れるんですね。で これがですねドリップに種類があるんです。さあさん、種類がある、種類があるんですね、はい、どれだろう、皆さん、これ、そうです、それですか、はい、はい、ヒントです、ですね、クイズ形式で、そう、この落とし方って皆さん何ていうか知ってます？商品名、商品名、このドリップ、紙、業者名、紙式、業者名、会社名、会社、じゃあ、いっちゃいます。あの有名どころですとカイタって言います。カイタ、あの見せますもん、はい、悪い生徒みたいですね。こちらにもねちょっとこうカイタで、カイタとメリタとありまして、あ、まあ、これが2大で有名なんですが、今このハリオっていうのがですね今一番のコーヒー屋さんに聞いたらブームだそうです。ハリオ、じゃあどういう違いがあるかです皆さん。カリタは例えばこう水滴がね落ちてトトトトって落ちてくるんですね、コーヒーがね、うん、上からこうお湯をこう落としてね、トトトトって落ちるんですね。でカリタはどんな特徴で、メリタはどんな特徴で、ハリオはどんな特徴かお分かりかの方いますか？違うんだよね、言葉が覚えてる。じゃあね、あのカリタっていうのが一般的にご家庭で皆さんが落とされてるものなんですね、実はこのカリタはですねお湯を落とすじゃないですか、ぐる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 ってね落として、穴が3つです。そこが穴が3つ、1、2、3、これがカリタです。カリタ、じゃあメリタはいくつでしょう？1、問題は1個、問題5個、 どちらでしょう？1個か5個、穴が水滴に落ちるのが5個、残念どっちでもないみたい1です。おそれがメリタです。メリタ3つがカリタです。じゃあこのハリオはどういうものでしょうか？欲しいな。で僕今ねこのハリオにハマっておりまして、このハリオね、あ、それ味違うんですか？あ、素人がいましたよ。そんなんで味違ってくるんですか？だって考えてみると穴が1個のものと穴が3つですよ、お湯を落とすじゃないですか。変わんないじゃないですか。3つだとある程度1より早く落ちるじゃないですか。そうですね。1はこの中にずっとねお湯がまだあるわけですよ。どっちが美味しいかってことなんですよ。どっちも美味しいんですけど、それは好みだと思うんですよ。はい、あ、確かに。じゃあこのハリオは何かってことなんですよ。
いや、知らない。恥ずかしい。初めて見ましたもん。そう、あんなに種類あるんだって、そう。ハリオはですね、円錐です。穴がこのぐらいです。五円玉ぐらい。五円玉はちょっと小さいかな。一円玉ぐらいの穴です。そうすると、ストレートにお湯が落ちてきます。ですから、渋みとか苦みとかがまろやかになるんですね。でメリタはですね、落とし方が、なんでコーヒー鉱山になってるんですかね。確かに、メリタはですね、メリタはこれ今1、2人前 の, あのドリッパーなんですが、2人前から4人前になると上の方に2って書いてあるんですよ。で2人前のコーヒーを落とすとすると、1回目はですねギュギュっていって20秒ぐらいちょっと蒸らすんですよ。で水滴が落ちたら止めるんですけど、で20秒ぐらいをあ待ってて、それからどうやって入れるかっていうのを、これ違いがあるんですが、このメリッタは一気にその数字までずっと2までお湯入れちゃいます。そうすると2の数字までお湯が来ますじゃないですか。そうすると2人前のお湯がスーッと降りてくるよということがメリッタの特徴なんです。でカルタはですね、カルタはですね、皆さんコーヒーの落とし方っていうのは実はこう真ん中からこうのの字に書いてこうやってよく言われるじゃないですか。これが基本的な落とし方なんですね。でこの縁に当たらないようにしてお湯を入れるんですが、裏技があるんですよ。今ねもうそういう時代じゃなくて、もうね AI が入れてくれる。あ、なるほどね。真上から見たとします。真上から見たとすると、今の文字でこうやって落とすじゃないですか、普通は。でここに縁に触れないように落とすんですけども、これ今古い、今はの文字は一緒です。の文字の文字こう落とします。の文字をこう落としてそう、あ、本当はね真ん中から行くんですけど、ね、の文字でこうやって細かく細かくのの字をの文字を、今まではこうでしたけども、もっとまろやかになります。いや私ね、YouTube もう何件見たかわからないんですが、コーヒーのドリップ式の落とし方で、もう100件ぐらい毎日今ね電車の中で見てるんですけど、拾ってこれに行き着きました。で昨日落としてみたら美味しい、最高最高、はい、うん、だからこの裏技がね、だからこのカリカリ落として、でね今ねうちでね毎日ねコーヒー落としてるんですよ。今日はどの式でコーヒー飲めるんですか。え、今日僕の切るの。え、全部マスターしてるっていう。全部マスターしてます。たまにホテルだからパーティーとか宴会とかがあるんですけども、うん、そこにたまにカフェコーナー作って出没しますね。飲めるじゃない。でこれで45杯出ました。1時間ちょっとでね。45杯。いや本当にですね、ドリップ式のコーヒーっていうのがうちの家庭でも少し喜ばれてて、なんか家庭円満な秘訣が、なんかご主人が何か作るものがあると、うちに女房と娘がいるんですが、食後にいつもコーヒー待ってくれてます。素晴らしい。で僕の方で必ず今日メリタにしたよって、やっと会話ね通じるようになって、あ、じゃあ穴一つだねお父さんちょっと渋みあるねとかね、そういう言葉が返ってきて、まあ、家族の中で一番人気はやっぱりハリオが一番いいのかなと思ってます。ただ私たちドリップでこうお湯で落とす側とするとちょっと面白みないんですよ、すぐ落ちちゃうんですから。だからのの字のの字のの字を書いて紙に触れないように落としていく、そういったドリップコーヒーがですね一番面白いのかなと思っております。ね、ですから皆さんね、カルタじゃなくて今度メリタで一番初めにできたドリッパーはどれでしょう。え、歴史があるってことですか。歴史があるんですよ。確かに、ちゃんちゃんちゃん、はい、メリタ、メリタですね、命がね、コーヒー好きですか、ね、はい、メリタが一番初めにできたものなんですが、今一般的にはですねこの真ん中のカリタがみんなブームなんですね。メリタはあんまりその販売されてなくて、どこ行ってもスーパー行ってもどこにコーヒー屋さん行っても大体カリタの方が多いです。で今ね私に凝ってるのはカリタの下にサーバーっていうのがコーヒーに落ちるところ、うん、で同じ種類のもので揃いたい、うん、みんなカリタで落とすけどメリタのサーバーだよとかバラバラなんですよ。で今一生懸命自分のお小遣いで
一生懸命貯めてあの買っていました。メリタンもこのねドリッパーで、でサーバーで、で当然フィルターもね、カルタも問題カルタで使っていく。であとボットまでね3種類欲しいなと思ってます。カリタのポット、メリタのポット、あとはあのハリオのポットっていう風にね今頑張ってます。どうして頑張ってるかというと、実はあのホテルでホテマルで出店するもんですから、お客さんに恥ずかしくないねコーヒーを出したいなっていう一言だけです、はい、いいですね、なんか生き生きしてて、生き生きしてるね、生き生きしてますね。佐藤さん、人事すぎる。でね、あの、それでは今ね、あのコーヒーに入るとかね、こうかき回すのが欲しくて、ただそのコーヒー代がもう5000円しかないんですよ、豆入れて器具を買うに。だからそこまでまだ買う予定がないんです、お金がなくて、小遣い制で。で今ね豆はですね、みんな何の豆使ってるのってよく言われるんですよ。内緒で言っちゃう、内緒で言っちゃう、ファミリーマートの398円の粉です。398円。美味しい、美味しいってことだよね。美味しい、美味しい。そう、今ね、320g で約400円じゃないですか。すごい原価的に安いですよね。で、10g ずつやってるんですよ。あ、10g で思い出したんだけども、メリタ、カリタ、あとスクリューのものがあったじゃないですか。今日いいんだよね、コーヒーの話だもんね。ええ、まだあと大丈夫ですよ、あと7分ぐらい。そうだよね、僕ちゃんの3分だけいただきます。そうだよね、豆を一番、豆を一番使わないのはこの3種類のうちどれでしょう。あ、そう、メリタ、カリタ、ハリオと。一番経済的ってこと、経済的。あ、そこ大事ですね。たくさん楽しめるってことよね、だから。答えは8、10、12グラムです。どれかが8グラム、どれかが10グラム、どれかが12グラムです。え、穴がよく考えてください。穴1個しかなくて、ちっちゃい穴が溜まってることが多いから、ね、そのタイプなんで、すぐなくていいです。そういうことですよ。教えた。あ、岡本さん、おめでとうございます。やったやったで、あのカリタ、通常皆さんカリタですけど、これカリタはみんな 10g、10g って表示されてますので、大体 10g、で、あと、ハリオの方は 12g です。はい、じゃあアイスコーヒーってどうやって落とすのってことですよね。アイスコーヒーは、アイスコーヒーは2割増しにコーヒーを入れていただいて落としていただける。あのケースの方あるじゃないですか、サーバーっていうんですけどね、グラスのあそこに氷を詰めておいて、で普段通り落としていただければというふうに思って、はい。ですからですね、皆さんね、カリタで皆さんねやってみて、で今ホントコーヒー屋さん、富谷コーヒーさんもティーコーヒーさんも、ハリオ のこのドリッパーを勧めてます。今流行りだよね、ハリオだよねってみんなあの口にでね、そう言っております。多分この放送を見てコーヒー屋さんすごい、あの営業来ますよ。富谷さんにティーコーヒーさん言ったよね、はい、まあ、とりあえず全部言っといたわ。あと UCC さんとかでね、ここ内緒の話なんですけど、そのパレスメントだけが支配人がね、コーヒー凝ってるって聞いたら、あのうちコーヒー落としてない業者さんからコーヒー豆が3週間に1回届きます。すごい、内緒ですよ。内緒ですよって言っちゃってほしい。それも一応味見してます。はい、テイスティングを、はい、非常に楽しくあのさせていただきました。僕ね、何でもみたいで、あのコックもね、ずっと長年、もう通算すると10年ぐらいやってたんですかね。はい、で本職はね、本職は僕何？何ですか？私ね、本職何か分かんないんですよ。支配人じゃないですか。いや、この頃ね、いろんなとこに顔出すことが仕事なのか。そうですよ。あ、だから、あの同じ場所にいない。誰かがそこに出没してるなっていうと、そこに挨拶にしに行こうというのが、なんか心がけてる。なんか コミュニケーターみたいな感じですよね。マルシェ行くと大変。マルシェ行くと、たぶん命がいたよ、オカボンがいるよって言うと、知り合いのキッチンカーとかマルシェのとこ行って、ハンバーガー2つねとか、あとこうちゃんの肉まんとかね、買って知り合いに全部届ける。わー、なんかね、それがね、癖になっちゃってるみたい。じゃあ、与えるそうですね。そう、与えちゃう、与えちゃう。で、自分は何食べるかって、食べてないんだよね。あらだから人が喜んでくれるのがね、なんかこう嬉しくて、だから人がこう、え、何
スマイル先生来てくれた、もうその一言で嬉しいよね。うん、だからそう思うとまた違うところも行こう、平等にこう回りたいな。そうだから好き嫌いがあるのかもしれないけども、人によってね、僕は、うん、でもそれ関係なくそのままこう情報が入ったらそこへ顔を出すだけは僕なんだけど、狭いだね。だって会社にいてもやることないもんね、俺。いや、そういうことないですよね、佐藤さん。ホテル行ってもね、いや、電話は出ない、予約は取らない。支払いにまたどっか行ってるよ。お出かけするって教えようか。なるほど。でもね、この頃ね、あの週休2日制なんですけど、8日休みなんですけど、うん、その8日のほとんどは、うん、だいたいマルシェからどこかへ出没してます。週休2日も休んでます。休んでないかもしれない、どっかに誰かのところに必ず行ってます。休んだ方がいいんですよ。あ、でもね、この頃ね、僕に任せてくださいって。もう僕が支配人やりますって。じゃあもうね、もうね、引退モードなんですよ。実はもう引退モードで、もうじき今年もう60になるもんですから、あと5年だなと思って、もうみんな仕事を受け渡しているような状態で、じゃあこれ覚えてとか、もう全然全然あの仕事に良くなくて、あと5年後には、あ、今度車買ったんですよ。車がないんですよ。車走ってない。それで、食品衛生なんとか用なんとかってあるんですよ。あの調理師免許じゃない人がお店出すために、それもこの間講習行ってきて、で、今度車を買って、何を目標にするかというと、マルシェ出店したいからです。ドリップコーヒーか、まだ誰にも言ってないもの一つで。たこ焼きやりますよ。あ、いいですね。やりたいだけだよ。じゃあのスライド式のドア両方にしたんですよ。すごい。とりあえず夢に向かって今一個一個。スマイルカーがね。あ、スマイルカー。スマイルカーかもしれない。あ、色もね、黄色っぽいちょっと茶色の車にしたんですよ。ですから65を目指して、とりあえずマルシェ出店を目指してます。はい。でもその前に出ちゃいたいよね、はい、あ、そうですね。あ、もう、あ、ごめん、本題行って俺取っちゃったよ。いやいや、あ、3分で本当に。いや、ほんと3分喋らないパーソナリティってのもいいのか。あ、なんかあと5分って言った。あ、そう、じゃあ5分やるよ、もう。ほんと今日、あの、あ、本題に本題に、あの、本題にさっき、あの、先ほどからのホテマルホテマルっていう偉い言葉が出てる。確かにそこ本題ですよ。ダメで俺ゲストに呼んじゃう。あの、ホテルでマルシェ、略してホテマルというのを3月10日にパレスホテルで開催します。おお、すごいね。3月10日、あ、僕から一言。あ、はい、どうぞ。あの、まだ、あの、柿川テレビの岡村さんに了解得てないんですが、あの、案がありまして、4チャンネル放送予定です。これでいこう、掛川テレビ。10時がパレスチャンネル、パレスホテル掛川マルシェオープンだよってことでご挨拶していこうかと思ってます。で、10時半、スマイル先生のホテマルカフェ、ゲスト、浜松テレビのパーソナリティ水野潮子さん。12時半、掛川テレビだよ全員集合、ゲストマルシェ出店者さん。13時、掛川テレビだよ全員集合ってことで、マルシェ出店者のパーソナリティの皆様ということで、今第一案を考えておるんですが、あの、坪井さんもいるしね、皆さんいらっしゃるし、水野さんいるしね。初めて聞いた。あ、水野さん出んだ。僕からまだですね、皆さんにお願いはしてないんです。ただ僕だけの案でやってます。だからこれを結局お願いしちゃうと皆さんにプレッシャーかかってしまいますし、それよりかもまとめて掛川テレビに全員集合だよって言った方が、そこにいた人を引っ張り込んでくればいいのかなとは思っております。ですから特に岡村さんにも来ていただきたいですね、坪井さんにも来ていただきたいですね。パーソナリティの方たくさんいますので、僕らビューって抜けちゃいますから、30分頼むねって逃げちゃいますから。ですからそんな予定です。そうですね、はい、あの、このホテマルの中のイベントの一つとして掛川TVさんに来ていただいて、そこであの生放送、生中継をやるという、まあこんなあのイベントを予定しております。ブースありますね。で、その他にもちょっといろいろイベントを予定しておりまして、あの、前回1月にゲストでお越しいただいたのガネーシャスタジオさんがミニライブをやっていただきます。すごいですね、変な人優先ですからね。あとですね、あの、茶宮金次郎が来ます。え、すごい。茶宮金次郎知ってます？知らないです。あ、マジですか？え、
茶の宮健次郎、掛川氏が誇るあのゆるキャラ。あれちょっと僕のに挨拶ないけど。それは申し訳ありません。はい。あとオタポにいるキャラもいるみたいよ。あ、そうなんですか。あ、お待たせしました。変わらない。はい。あとあの本当今回40店舗ぐらいで、あの出店しまして、掛川にゆかりのあるお店の方もだいぶ出店していただきますので、美味しい美味しいキッチンカーとかですね。40店舗も来る。かわいい。来ます。かわいい。なかなかですね。もう本当に楽しんでいただける彼の方が上だ。一日になるんじゃないかなと思います。はい。すごいね。はい。でその中にあのスマイルカフェさんも登場ということで、はい。お願いします。はい。よろしくお願いします。はい。ではあのパレスチャンネルは以上になりますが、何か最後一言。いやもう十分です。よろしいですか。もう十分です。もう次がありますから。はい。はい。はい、ではあのまた来月どうぞよろしくお願いいたします。はい。よろしくお願いします。では続いての番組はスマイル先生のパート教室。はい。ユイノ講座パート2。ユイノだ。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。